皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。カイトです。今回を紹介するのは、昨日ゲーム店でゲットしたフィギュアです。まず、ふさわしい BGM をかけたいと思います。はい。それでは紹介したいと思います。まず一つ目は、ラブライブの曲と同じノーブラズカーズのエリと花代です。エリは多分昨日でゲーセン見かけたんで、多分一番新しいゲッターフィギュアなんで、以前もゲットしたのはこちらのホヌカで、デビュー紹介はまあしてないけど、今回は一緒に花代とエリを紹介したいただきたいと思います。はい、まず花代から。はい。で、昨日はちょうど新しいのはエリなんですけど、花代もゲットしてないが、なんていうか、昨日ゲーセンでマッキーと一緒に4つで並べたら、まあこれでなかなかいい出来栄えだと思うんで、まあ、花よも早速ゲットしましたんで。はい、まず本体、あ、これはちょっと置いて、と、あと、はい、まずは台から。はい、ここで花用で書いてます。はい、続いて花用ちゃんから開けたいと思いますあ、ちょっと危ない。はい、こちら花用ちゃんです。結構ね、なかなかほのかはちょっと、なんていうか、最初に出たの一番目だから、ちょっとだけ、まあまあ気がしますけど、後に出たものは全て全部出来栄えがいいと思います。あ、これなんだか揺れてますね。はい、じゃあ。はい、これで完成します。ちょっとアップしてこの感じです。はい、じゃあ早速続いて、エリから。よいしょ。これ多分最近発売してますんで、昨日結構たくさん人がなんていうか、そういう試したら、まあ、なかなか出ない、まあ、ゲーセンによれば、まあ、難易度も違うけど、よいしょ、あ、こっちか、ちょっと開かない、よし、おダンクはい。で、まずは台から。お、1曲目ちょうど終わった。しゃあ。はい、おなじみ、ここもエリで書いています。で、本体はい、あ、ちょっと、まあ
まあいいとして、まず全体的に見てみましょう。ちょっとね、ここなんですけど、さっき触ったら、まあちょっとゆるく、ゆるい感じで取れそう。はい、ちょっとなんていうか、全部の一つ一つが作りはなんていうかちょっと違うんで、例えばこっちがスカートがゆるめで、こっちはなんていうかさっき言った通り、こっちのリボンがちょっとゆるめで、あとはこの感じなんていうか、ここかな、手とかはちょっとなんかすごく柔らかいみたいな、全員ちょっと、あ、こっちも同じだ、なんていうか早速並びたいと思います。はい、今回出たのはこの2つで、で、ほのかはどこに置いてはいい、あ、この感じかな、あ、いやいやこの感じだ。はい、じゃあアップしてみましょう。はい、こんな感じです。で、確かに次に出るのは多分、次に出るのは海ちゃんかな、そしてさ、あと海ちゃんと、あと、ミクちゃんかな、ちょっとなんていうか書いたゲーセンで書いたけどちょっと忘れた。はい、これで、これは今日開封したラブライブの花屋とエリのノーバルダーズ版です。はい、それではまた他のものを買ったら、まあいろいろレビューしたいと思います。はい、それではバイバイ。